はようございます。ただいまね、7月の1日金曜日、はい、動画的にはね、今週も始まりましたはい、まあ、実質はい、自分はね、お疲れ様でした、今週もお疲れ様でしたって感じですけど、動画はね、始まりましたさあ、今ね、福井県で金津のあたりのね、積み込みが終わりました。またまたマイプラ、しかもね、今廃車で聞いたらね、なんか当分続くらしいですありがとうございます。なんで7月の半ばぐらいまではあるんかな。まあちょっとね、途中で廃車がちょっと変わるかもって言ってましたけど、まあ、何もなかったらね、そのまま、はい、自分はこの仕事に就けそうです。ただ20日以降はね、ちょっとばかし、なんか荷物がね、なんかあったりなかったりらしいのでね、まあ今だけかなって感じですね。でね、昨日、はい、埼玉県のね、小川町に行ったんですけど、例のね、忘れたクリップ、なんとね、あったんですよ。で、物があったんですけどね、なんか見るも無残な形で残ってました、まあ、とりあえず引き上げましたけど、なんかね、リフトでね、踏まれちゃってね、見るも無残な形になっております。一応物自体はあったんですけどね、自分が忘れた状態ではない状態で帰ってきました悲しいな。まああっただけあったでいいんですけど、原型をとどめてないんで、ちょっとねって感じです。しまったなっていうね。まあ週末新しいのをね、ちょっと買いに行きたいと思います。さあ、ではね、これから会社へ帰って、で、明日じゃないわ動画的にはね、次回ですけど、あとね、自分的にはね、月曜日はね、埼玉県小川町に行くのでね、まあ日曜日の夕方ぐらいにね、出発って感じですかね。まあとりあえずね、夕方、まあちょっと暗くなっちゃうかな、まあ、そんでもね、小川町へ向かっていきたいと思います。まあ途中でね、4時間も休憩したりね、まあ、月曜日の昼からなんでね、まあ、うまいこと調整しつつ向かっていきたいと思います。この仕事が本当にね、毎日のように定期があれば助かるんですけど、まあ、ちょっとまあね、仕事が続く限り自分やってきます。あ、で、途中でね、ちょっとお昼ご飯も食べつつ行きますよ。今日も動画的にはいつも同じ感じですけど、お弁当だけはね、毎日違うんでね、ありがとうございますね。今日は何が入っとるかな、楽しみです。さあさあさあ、行きましょう。で、今日はね、週末なんでね、ちょっと会社でトラック洗って帰りたいと思います。さあ、ではね、ペペッとお昼タイムまで行きましょう。今10時15分なんで、あと2時間後、美味しい美味しいご飯を食べたいと思います。さあ、ではペペッと行きましょう。頑張ります、気をつけます。はーい。さあ、ちょっとここでね、飛ばさせてもらって、で、よいしょ、ご飯食べましょう。よいしょ。さあ、ちょっとね、ご飯タイムです。やっとこさご飯食べれます。今ね、12時30分、はい。さあ、ご飯食べましょう。よいしょ。今日のお楽しみタイム、はい、こんな感じになっております。よいしょ、じゃじゃーん。はい、サラダとね、これ
ウインナーと、ゆり卵。と、これは、ブリ。ブリの煮物かな？で、これね、トマトとキュウリのマリネでございます。さあ、そんな感じになっております。さあ、食べてね。あと、会社帰ります。では、いただきます。いただきます。さあ、あとはね、会社帰って、洗車しましょう。さあ、自分はね、あとご飯食べて帰るんで、はい。では、会社までペペッと行きます。はーい。お疲れ様です。今ね、会社に到着しました。お疲れ様です。さあ、あとはね、暑いんですけどね、ちょっと洗車したいと思います。外はね、めちゃめちゃいい天気。で、暑いんですけどね、ちょっと洗車します。しかもね、ちょっと汚いんでね。はい、頑張って洗ってきます。さあ、ちょっとホイール見ますか。真っ黒系です。真っ黒系。こんな感じで真っ黒系です。反対側が、ね、一番ひどいですよ。真っ黒系なんですよ。ちょっと今からね、綺麗にしたいと思います。お疲れ様です。やっとで洗車が終わりました。終わりました。暑かった。もう汗だく。やっとやっと。さあ、あとはね、お家へ帰りましょう。まあ、ちょっとね、見ますか。洗車具合。こんな感じです。こんな感じです。はい。煽りもね、ホイールも洗いました。ちょっとくすんどるかな。ではね、今回はここまでにしたいと思います。いやー、暑かった。あとはお家帰ってね、ゆっくりと、ね、体を休めたいと思います。では、また！